よいしょ、どうも山海 TV です。こんにちは。ということで本日はですね、足痩せトレーニングを皆さんと一緒に行っていくっていう形の動画になるんですけれども、実際にそのエクササイズをやる前にですね、皆さんにストレッチをやっていただきたいと思います。そのストレッチは、その実際にその今回のやるエクササイズの効果を高めるストレッチになります。ちょっとね、僕のトークをちょっと聞きながらやっていただきたいと思います。よいしょ。そう、僕ね、こう見えても一応そのプロのバレエダンサーでありまして、バレエのトレーニングっていうのはね、スタイルをよく見せるためのトレーニングになっておりまして、それをね、毎日行っております。今回行っていくエクササイズは、そんな僕が行うバレエに必要な筋肉っていうのを鍛えていくんですけれども、なかなかハードです。なのでね、まあ、実際にそのやってみて、初日はそのあんまり半分ぐらいしかできなかったけれども、1週間経って続けてやってみたら、結構できるようになったみたいに、その最初はまあ難しいっていう方も、日に日にこう食らいついていって、継続していっていただけたらなと思います。ただね、怪我だけは気をつけて、水分補給をしっかりして、自分の体と相談しながら行ってください。それでは早速参りましょう。So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself.I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. We could never, we could never.Feel a type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Go tell your friends, we're so done. It never ends, you having fun. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya?Oh hell no, I won't be the monster. No matter what you tell yourselfWe can never, we 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 can never
次のヒップレイズだけ携帯を見ながら行うことができないので音声をお付けさせていただきます。お尻をゆっくりと上げていきます。限界まで上げたらその次は右足を天井の方向に上げていきます。そのまま右にゆっくり倒します。そして天井の方向まで戻したらゆっくり元の位置まで戻します。これを左も同じことをやります。天井の方に向けたらゆっくり横に倒して戻す、元に位置に戻します。そしてそのままゆっくりお尻を下げていきます。これを残り3回行います。お尻をゆっくり上げたら右足を上げます。右足を倒します。開くことよりも上体を保つことを意識しましょう。右足を戻して左足に移行します。上に上げたら横に倒します。天井まで戻したらゆっくり戻します。お尻を限界までもう一度上げたらそのままゆっくり下ろしていきます。残り2回、ゆっくり上げていきます。右足を上げます。横にゆっくり上体を保ったまま戻します。そして元の位置に足を戻します。左足も行きます。上に上げていきます。横に倒して上に上げます。そして元の位置にゆっくり戻る。お尻をさらに限界まで上げたらそのままゆっくり下ろしていきます。残りもう1回、最後お尻をゆっくり上げていきます。右足を上げます。そのまま右足をゆっくり上体を保ったまま倒したらそのまま行きまま上がります。そして右足を戻します。左足最後行きます。上げたら横に倒します。お腹に力を入れて左足を戻します。元の位置に戻す。お尻を限界までもう一度さらに引き上げたらゆっくりおしまいでございます。グッジョブ。ということでお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。なかなかきつかったのではないでしょうか。はい、ということでね、今回その足痩せトレーニングというのをご紹介させていただいたんですけれども、実際にこのトレーニングをやっているだけでは足痩せすることはできません。
このトレーニングに加えて食事管理っていうのが大事になってきます。そう、このダイエットはこの運動に加えて、まあ、食事、睡眠と健康管理っていうのが大事になってきます。この足痩せも例外ではありません。言うてもね、これなかなかハードなメニューになっておりますので、すごいね、筋肉痛になってる方もうすでにいらっしゃるのではないでしょうか。でね、このトレーニングを始める前にその先にストレッチをねやっていただいたんですけれども、これクールダウンとして今回のね、そのエクササイズの効果を高めるためのストレッチをやっていただきたいと思います。僕のチャンネルの方で、たくさんねストレッチ動画っていうのを出しております。できればね、30分ぐらいかけた、全身ストレッチっていうのをやっていただきたいんですけれども、時間がない方は10分の、開脚ストレッチをやっていただきたいと思います。普段はね、なかなかちょっとふざけた動画とかも出しているんですけれども、僕のチャンネルのねこのプレイリストの方にフィットネス系の動画をまとまっておりますので、フィットネス関係の動画だけ見たいよという方は、そちらをぜひチェックしてみてください。はい、この動画がねためになったという方、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。